池田動物園来ました。今日は池田動物園来ました。民間の動物園。毎年恒例になってきている夜まで開園しているナイトズーの日に来ました。大人の方にこちらをお渡ししてます。ずるずる。はい、1枚。ずるい。あ、ずるい。あ、あげるよ、あげるあげる。普段は閉園している時間、17時から21時半までの開園時間となり、今回は18時くらいに入園してみました。まだまだ明るいけどね。今日も日中は40度近くまで気温があり、夕暮れからの動物園、涼しい山からの風が流れてきます。じゃあ、触れ合いはなしでお願いします。光る飴、どうしても欲しいみたいだ。あ、お金ね。こちらの池田動物園では展示されている動物数は約100種、約450個体だそうです。2022年8月現在。これ待っとるよ。自分でさ踊るの。ここら見なさいよ。知らんの。園内には所々でナイトズーだからこそのイルミネーションが施されている。人が入っとんか。はい。OK。涙出てる。強くないと青くなるよ。涙出てる。ほんまやな。どうしたのか。
取れないの。頭撫でたって、逃げたよ。もうどうね、ここら辺おるやつ。ユーミンの弟見るかな。うん。まだ見ないから。はい、ごめん。いや、もう。すいません。はい。どうでした？楽しかった楽しかった。あれはなんかすごい行かよ、行かよ、行かよ。こんな感じの池田動物園のナイトズー、たくさんのお客さんでにぎわっていました。興味ある方はぜひ行ってみてね。期間中は臨時駐車場もあるのでご安心ください。